この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。釣れないな。やった、また釣れた。ねえねえ、どうしてそんなに釣れるの？フィッシングユーで教えてもらったんだよ。君も一緒に行こうよ。わあ、また釣れたよ。すごいじゃん、大自然と遊ぼう。釣りが大好き、フィッシングユー。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。フィッシングポイントをご覧の皆さん、おはようございます。今回訪れたのは紀北町引本浦の NTEC マリンさん。ティップランエギングとスーパーライトジギングをダブルで楽しんできましたよ。さあ、今回は紀北町引本浦の NTEC マリンさんへとお邪魔しています。魚種も豊富に狙えるこのエリアで、今回はイカからお魚までいろいろ狙ってしまおうということでやってまいりました。さあ、今回のゲストの方を紹介していきましょう。まずは松原さんです。おはようございます。おはようございます。エギング、うん、イカはまずエギスタ TR、はい、ピップラン用のエギスタなんですね、うんうんうん。でお魚の方は、はい、実はオーシャンルーラー、うん、新製品のガンガンジグバレット BJ、はい、お BJ、 そうです、はい、グレードジギングとやってるんですけど、新しいのありますので、はい、それも使いながら、うん、まあ、まあガンガンジグ各種シリーズを使って、うんうんうん、たくさんの魚を釣って遊んじゃおうという。そしてお隣は上田さんです。おはようございます。おはようございます。あの上田さん、今期もティップラン行かれました？そうですね、日本海の方にイギリスと TR を使って、うんうん、で一緒にガンガンジグバレットで根魚、うんうん、青物、はい、あ、青物を釣れましたか？はい、釣れました。いいですね、はい、今日もガンガン釣っちゃいましょう。はい、わかりました。ということで、いろいろ狙おうということで楽しみたいと思います。よろしくお願いします。午前6時30分、お天気にも恵まれ、いざ出船です。まずはティップランエギングからスタートしていきます。さあ、まずはティップランエギングからアオリイカ狙いということなんですが、うん、はい、このポイント、水深35メートルぐらいですね。35メートルぐらいですね、うんうんうん。まず最初に使用するエギは、はい、イギスタ TR、うん、はい、これマンマスイカっていうカラーなんですけど、はい、それにですね、はい、まあ、10グラムの進化を、うんうんうん、はい、かましてます。この TR 自体が30グラムあるんですよね。そうですね、これが30グラムなので、今、はい、合わせて40グラム、40グラムで、はい、これでまずやっていきましょうか。わかりました。はい、着きました。着きました。まあ、水深もちょっとあるんでね、しゃくって止める、まあ、だいたい5回ぐらいですかね、うん、しゃくった後のしっかりピタッと止める。ここ止めないと絶対イカ抱かないんで、はい、でもう一個はエギのセレクト、うんうんうん、よくあるエギだとこう羽みたいになってますよね。そうですね、うんうん、でこれがあるおかげで、はい、まあ、例えばしゃくって止めた時に、うん、これのおかげでピタッと安定したり、あ、当たりカラーって変わったりもするんでね、はい、見つけていくこと大事ですよね、はい、頑張りましょう。わかりました。私はちょっと松原さんとカラーを変えて K ムラブルーにしていました。ヘッドオレンジで、同じく 10g のシンカーなんで合計の 40g でいきたいと思います。新製品のタックルバッグ TT221、 脱着可能なインナークッションや便利な竿立ても装備。上部蓋には飲み物を立てておけるくぼみが4箇所設置された軽量タックルバッグです。大久保さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。さあ、どうでしょう。さっきね、ちょっと1回当たったんですけどね。あ、そうなんですね。またサバフグの可能性もあるんですけど。あー、なるほど。かなり東子さん、どうですか。風がないですね。ないですね。当たり的にはコツって感じですか。コツって感じですか。イカらしかったですか。そうですね。おでね、まあ、水温よりもちょっと潮が、はい、ね、今日見てもらっても分かるように、ちょっと色悪い、うんうん、ね、この潮になってからちょっと調子悪くなったなという気はしますけど。エギやすってを48本収納できるスクイットストッカー BMS、 バケットマウスなどにもすっぽり収まりますよ。
ティップラインエギングと一緒に今日はお魚も一緒に釣ろう、うん、ということなので、はい、そのお魚狙いにはこちら、そう、はい、ね、ガンガンジグバレット、うん、これになんと新しいモデルが追加されました、うんうん、はい、その名もガンガンジグバレット BJ ですね、はい、先ほど言われてたやつですね、はい、何のレッグか分かります、うん、それはもうここに書いてありますねブレードジギング、ブレードジギング、このブレードの方にフックがついてます、はい、ほうほうほう、今までのだとこれだとですね、フロントに、そうです、フロントにダブルフックフックで、こっちのこのリアの方に、ブレードですね、ブレードがついてた、はい、いうことは、うんうん、ブレードをパクッとすると釣れちゃうということですね、そうです、かかるんですね、こっちですね、おー、なんか来てますよ、中井キャプテンに。それジグであるよね。ジグ？ジグ使ってんかな。ジグか。あ、でも結構あれですね。見えてきた。おお、あとハタかな。あとハタかな？小さいか。ガンガンジグの、ブレードジギングの使い方ですね、巻いて使うやつ、これブレードついてますね、なので巻いて使ってもらうとすごく効果があるジグですね。早速ナイスサイズの赤旗が上がりました。さあ続きますよ、こんな日もありますねまあね、はい、めちゃくちゃ釣れる日もあれば、ね、こう厳しい時もあるし、それが釣りですよ、ボトムの方でコツコツコツって当たりましたけど、やだ、いらない子が来てもたでもなんかやっと生命反応を感じられたので、エソでもありがとうすごい重量感です、おおすごい重量感ですよ、ガツガツガツと、はい、どの辺に来たんですか？もうベタ底ですね、ベタ底、今は何グラムの、今ね、普通のノーマルのバレットの60グラム、60グラム、はい、これはなんと、これはなんと連鼓台、よかった、狙い通りの1枚です、おガンガンジグバレット、うん、ノーマルの赤金です、赤金60グラム、ボトムからの巻き上げでさっき当たって乗らなかったので、同じように繰り返してたら来ました。何でしょうか、重たい、今の私の顔は一体誰でしょうか、わからないかもしれない香りでございます、ガンガンジグバレットの BJ の方ですね、木村で、お、あれ重たかったけれども、困るな困るな、僕の気を伝わったけどね、まだまだ反応も出ると思うんで追加していきたいと思います。バレットの上の重量は80g、 80g、 カラーは結構下から巻いてる、もう巻き上げですか、ね、私も来た、よっしゃよっしゃ、結構引いてますよ、おお来た、おおすごい、おっしゃさすがやったー、はい、やりました、お見事、最高やな、カサゴでした、こっちはハマチですね、ハマチですか、はい、これは楽しかったんじゃないですか、楽しかったですよ、ね、バッチリグレードに感じてますね、うん、やりました、いろんなお魚いますよ、すみません、これあれ、あ、なんて言ったんですか、もう本家ですね、待ってたみたいですよ、喜んでますよ、ボトムできましたか、高級魚ですね、めちゃくちゃ高級魚ですよ、それを釣りたくてもうなかなか釣れないですよね、貴重なお魚がついに出ました、出ました、すごい
白天台、お見事でした。そしてそろそろ農館です。さあ、今日はアオリイカ狙いからスタートしたんですけれども、ちょっと湾内濁りと、そして沖に出たらうねりとで手強かったですね。そうですね、うん、あの私たちなかなかちょっと手強かったんですけど、一人舞台でしたね。やっちゃいましたね。やっちゃいました。持ってましたね、お見事。ということで、アオリイカまたみんなでリベンジしましょう。アオリイカは手強かったですが、いろんな魚種が釣れて楽しめました。まだまだ狙えるので、チャレンジするぞ。フィッシングユー伊勢店から鳥羽沖でハマチやワラサが上がっています。ただいまポイント5倍10倍セールを開催中。消耗品や欲しかったあの商品がポイントアップでお得に買えちゃう大チャンス。さらに中古買い取りも強化中です。ポイント買い取りなら 30% アップで高価買い取り。期間は2023年1月9日まで。紀北町レンタルボート N テックマリンから全農産カワハギやメイチダイなどを釣られました。伊勢さんほか塩や大門旗をゲット。高倉さんほか大門旗53センチとナイスサイズも上がっています。キモパンカワハギシーズン到来です。千賀フィッシングパークトリトンから釣り堀ではマダイやワラサ、イサキなどが上がっていますよ。イカダではチヌ32センチまでを6枚の超過です。海上バーベキューのみのご利用も大歓迎です。イカダ釣り堀バーベキューとファミリーで楽しむにもぴったりですよ。元浦渡船吉川から竿、餌、バケツなど釣りに必要な道具をお貸しするオール貸し出しプランを実施中。渡船のお客様へのお弁当も販売しています。お食事処吉湯水産の営業時間は平日、土日、祝日ともに11時から21時要予約となっています。ご来店お待ちしています。月間プレゼント、釣り券よりちょいかごセットを3名の方に、フィッシングユーよりイカダテトラセットを1名の方に、明宝化学工業より防水ストッカー BM185 を1名の方に、 N テックマリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に。ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。